皆さんこんにちは。瞑想中のチャンネル赤又影湯でございます。今回はですね、地下鉄浅間町駅の近くにやってまいりました。今回はですね、珍しく私の方から姉又を誘いまして、前から気になっていたお店で天丼をいただこうという回でございます。ちょっと迷ったんですけれども、すぐに見つかりました。今画面左手奥の方に見えているお店なんですけども、一見するとですね、居酒屋さんかなっていう感じの佇まいなんですが、実はこのお店、お昼はですね、天丼とか天ぷら定食を提供しているお店なんですよ。その名もドンヒャラ、年季を感じさせる看板が出ております。名前もいいですね。もう季節も終わりなんですけれども、朝顔の花が咲いておりました。この日はですね、開店よりも少し早めに到着しております。説明によりますと、夜の部は予約のみっていうことになってるみたいですね。この時点で時刻は11時半ちょっと前でございます。こちらがお昼のメニューなんですけれども、シンプルに4種類だけ。昼間は天ぷらに特化してますね。これがいいんですよ。どうせ一人で食べられるメニューは一つだけなので、メニューの種類よりも専門性でございます。のれんがかかってオープンでございます。お店の中はこんな感じ。今回姉又はですね、いつものうさぎではなくて豚だるまの T シャツでございます。こちらが定食についてきた漬物ですね。姉又は漬物大好き人間ですね。もうこの時点でテンション上がっておりました。お店の中はこんな感じで、夜の部のメニューがたくさん貼り出されておりました。どれも気になる和食のメニューでございます。しばらく待っておりますと、味噌汁が出てまいりました。なめこ汁ですね。これは美味しそう。いい香りがします。これが出てくるっていうことはですね、もうすぐ天丼がやってくるわけですよ。いやー、楽しみです。どんな天丼が出てくるんでしょうか。さあ、やってまいりました。こちらがですね、天丼、しかも上天丼でございます。一番上にエビが3本乗っているように見えますね。とにかく揚げたて、多分ごま油だと思うんですけどね。ごま油の香りが漂っておりました。姉又も上天丼。エビを持ち上げると全体像はこんな感じ。エビの他にはキスと野菜が乗っておりますね。かぼちゃ、なす、ピーマンでございます。ではカメラをセットいたしましたので食べ始めたいと思います。ちなみにこのお店にはですね、カウンター席とテーブル席、まあテーブルは3つだけだったと思うんですけどね。中のスペースはそういう感じで、こじんまりとしたお店なんですが、カウンター席はどうやら今使われていないようなんですね。夜はわからないですけど、昼の部ではそうでした。ということでですね、10人入ればもういっぱいいっぱいっていう感じなんですが、やはりかなりの人気があると見えまして、食べ始める頃には店内満席になっておりました。ちなみに持ち帰りのお客さんもいたので、持ち帰りもできるんだと思います。この天丼ですね、ご飯にタレがたっぷりとかかっております。ということでですね、見た目だけで判断すると味が濃すぎるんじゃないかって感じがするんですけれども、タレの味はですね、それほど濃くないんですよ。見た目ほど味は濃くなくてですね、非常に食べやすいんですよ。ちょうどいいぐらいです。そしてこのなめこ汁がですね、また美味しいんですよね。赤だしの味噌汁っていうのはですね、苦手な人も多いかもしれませんけれども、このお店の味噌汁はですね、だしと味噌のバランスがもう最高なので、赤だし独特のあの渋みっていうんですかね、あれが全然ないんですよ。こんなに美味しく仕上がるのって感じの味でした。そうこうするうちにですね、天丼のご飯がもう半分以上なくなっておりますね。
本来だったら丼持ち上げて書き込みたいところなんですけれども、撮影の関係上テーブルに置いたまま上品なふりして食べております。ちなみにですね、この日はですね、ちょうどお盆明けぐらいのタイミングだったんですよ。ということでですね、姉股を誘ったらですね、この時期は仕入れが難しい時期だと、お盆明けの生鮮食品はなかなかいいものが手に入らないのでずらした方がいいって言われたんですけども、このタイミングで訪問しないとこのお店結構人気なので並んでも食べられなかったら困るなっていうことでですね、この日を選びました。ということなので、この日の天ぷらのラインナップはお盆明け仕様なのか、いつ行っても同じなのか、その辺はわからないんですけれども、エビのサイズは小ぶりでしたね。ですけども、その代わり3本入ってるっていうことで、私としてはですね、期待通りの味でした。ちなみにですね、天丼もですね、上に乗ってる天ぷらとご飯をどういう配分で食べていくのかっていうのは結構難しいんですよね。ひつまぶしを食べる時もですね、うなぎが先になくなって最後にご飯ばっかり残るという事故がですね、東海地方では多発しているんですけれども、天丼の天ぷらを先に食べてしまって終盤ご飯だけが残るという事件はですね、日本では全国規模で発生しているという噂も聞いております。その点この日はですね、お盆明けの安全強化週間でしたので、最後まで天ぷらとご飯のバランスを崩さずに食べることができました。ちなみに完全なる余談なんですけれども、私はですね、エビの天ぷらの尻尾はですね、残さず食べる派でございます。姉股は尻尾を残すので、現場に尻尾が残っていればそれは姉股の丼、残っていなければ赤股の丼でございます。まあ私もですね、いろいろなネットワークを使って普段からお店のリサーチをしているんですが、そんな中でこのお店についての情報はですね、ずいぶん前に教えてもらってたんですよ。もう1年以上経つのかな。ということでこの日ようやくですね、食べることができたんですが、天丼だけではなくてですね、味噌汁、漬物、すべてがですね、期待通りの味でございました。最後に姉股のパフォーマンスをご覧ください。ということで今回の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。